こんにちは、シューマスです。当チャンネルではトリマーとかルーターについて結構触れてきました。だから今回はビットを紹介したいと思います。趣味でやっているからこそ意味不明なビットをたくさん使ってきました。というわけで今回はあまり意味不明でない直線加工系のビットを紹介していこうと思います。2回ぐらいに分けて変わり種のビットなんかも紹介していきたいと思います。というわけでまず1個目はコスパ最強ストレートカットの超高エンドミル。 何度紹介したかわからないんですけれども、まとめであれば紹介せざるを得ないザ・スタンダード。それが超高エンドミル。超高っていうのはポイントですね。こっちが超高で、こっちがハイス。用途としては一般ストレートビットの代用で、単純に直線刃よりもこのスパイラル刃の方がよく切れるという上位互換です。それではなぜ切れるのでしょうか螺旋状の刃というのは回転するときに常にその一部が材料に触れていて、例えば直線2枚刃のように、 一回離れて、もう一回殴るみたいなヒットアウェイの触れ方をしないために安定するかもしれない点。そして螺旋状の刃は斜めに材料に切れ込みを入れていくため、見た目の刃角以上にすくい角が大きくなり、鋭利になるような気がします。そして材料に対して刃の接触する長さが長くなる分だけ負荷も分散され寿命も伸びるらしいです。 ちなみにこのようなポピュラーなねじれ方向、ドリルと同じアップカットと呼ばれるねじれ方向ですが、これだと回転中に切りくずが上に排出されるため、材料も焦げにくくなります。というわけで、螺旋は直線形状に勝る、回転運動で切削する刃物に最適な形状と考えれば当然とも言えるかもしれません。そしてこの螺旋状の刃を木工用途に最適化したものが一般にスパイラルビットと呼ばれるもので、 フライス版ミリングマシンの金属加工に最適されたものがこちらのエンドミルと呼ばれるものです。そうなんですよ。エンドミルは金属用なんですね。なのになぜそっちをお勧めするかというと安いからです。安いのはしょぼいからではなくて産業需要の差によるものだと思っています。で、スパイラルとの違い。 え具体的な違いをね、パッと見だけで説明してみますと、木工用の方が軸が少しスリムで、切りくずの排出性能が明らかに高く見えますね。これは一般ドリルの木工用と鉄工用の違いと同じですね。まあ、他にも、ねじれ角、ねじれの角度が小さめなものも多いんですけども、その辺はエンドミルも幅広いオプションがあります。実際のところね、切りくずは少しエンドミルの方が詰まりやすい。 というか、熱せられて、ここに固着する。そういうことが多いような気はするんですけども、刃物が同じ水準のものであれば、加工能力の差はないと思います。これもドリルと一緒ですね。こっちは一般工具用の木工用で、こっちはハイスの鉄工用ですけども、素材の差で、この鉄工用のハイスの方が、木材にも早く穴を開けることができます。では、お値段はというと、円安の昨今でも、1本あたり1000円を切ったり切らなかったりする超高のエンドミルと比べて、超高のスパイラルビットは最安の 謎メーカーでも2000円強。一般に3、4000円ぐらいします。私がエンドミルを使い始めた動機は、普通のストレートビットと同じ価格帯ですごく切れるっていうところがポイントなので、やっぱね、気楽に使い捨てできるエンドミルをまとめ買いしておきたいと思います。次に、選択の注意。まず、素材は何回も言ってますけれども、調光。 時にカーバイド、タングステンコなどと書かれた材質を選ぶこと。木工においては、ルーターみたいな高速回転で使うビットというのは、どれもこれも調光が標準です。こちらのハイスでも切れなくはないんですけども、使ってみると、あれおかしいなってなります。次に刃の数。主に2枚か4枚かで選ぶことになると思うんですけども、2枚、4枚。 未だにちょっと悩んでいます。最初はこの2枚刃を愛用していたんですけども、トミーグローバルっていうメーカーさんの YouTube で木工用途で使う方もいて、その場合は4枚刃の方が人気があります。みたいに言われてたのを聞いて、4枚刃をまとめ買いしたんですけども、溝なんかを加工したり、じわじわサークルカットを進めたりするときは、切りくずの排出性。こっちの方が通路が広いでしょう。その問題で、こっちの方が早く加工できるような気がしています。 まあカット面はこの4枚刃の方が綺麗かもしれないんですけども、どっちも綺麗です。新しければね。私が初めて使ったのはモノタロウの2枚刃だったんですけども、これモノタロウだと思います。送料がね、ちょっと厄介んで、今その Amazon でーグローバルさんのやつをまとめ買いしています。これですね。長さが75で、刃の実際切れる部分の長さは20何棒 ?25 とかかな で、こっちが全長50ミリ。刃の長さがもう少し短くなります。浅い加工はこっちの方がなんか使いやすいような気もします。ちなみにそのトミーグローバルさんの YouTube チャンネル、その中で製品プレゼン動画を見ていると、まあ品質のグレードっていうのがあって、この辺っていうのは標準品質。で、母材が台湾。加工機械が中国らしいです。ちなみにハイグレード品もあって、そっちは母材も機械もドイツ製。日本製と同水準。 ということらしいですけども、そもそも金属加工のレベルのお話だということを忘れるなかれ木工用にはこの標準グレードで十分活躍してくれると思います。で、次に本日の主役にしたい、習い加工の相棒。ベアリング付きのスパイラルビット。このビットが6ミリシャンクになって日本アマゾンに在庫された。その喜びでこの動画を作っていると言っても過言ではありません。ちょっとこれ新しいから蓋しといて、 さっきのエンドミルと違って、こちらは木工用のスパイラルビットにベアリングがついたもの。下か上か。つまり最強の習い加工ビットなわけですね。習い加工っていうのは別の動画でも結構やったんで、それも見てほしいんですけども、こういうね、曲線的な造形を、こういうベニヤなんかで作ったテンプレート型を当てて、それに沿って切り抜く加工のことです。これ、このフレームの型じゃないんで勘違いしないでくださいね。まあ、こういう感じっていうこと。 この加工は基本的に材料を側面から削る。なんで宿命的に負荷が高くて、坂目がある時にはキックバックが起きやすく、それでいて加工面の美しさも問われます。だからこそこのスパイラルバが欲しいわけですね。しかもこいつのねじれ方向っていうのはアップとダウンを両方合わせた、いわゆる二属性持ちですね。まあ、二属性持ちは弱点が増えることも多いんですけども、こいつはね、弱点を打ち消し合うタイプのポケモンです。 ちょっと前にチラッと説明しましたけど、アップカットとかダウンカットっていうのは、要するに刃の方向。図を出してみましょう。このように、アップカットの刃は先ほどのエンドミルと同じですが、刃物が斜め上に向かって走ることになります。なので、バリが上に出ます。まあ、他にも材料とルーターが吸い寄せられるんで安定しやすいっていうポイントもあるんですけども、アップとダウンの刃が組み合わさってるっていうのは、下方向の刃は上に向かい、上方向の刃は下に向かう。 加工の波が中央に向かって走っていくため、バリが真ん中に寄せられて消滅します。要するにバリが出にくいです。まあそれもそうなんですけども、加工方向が複数組み合わさるっていうことは、逆目対策になるとも考えられます。そんな感じで、習い加工に最適だっていう理由付けはいくらでもできるわけですね。そして、あらゆるシーンに対応させる工夫。 ここにベアリングの位置が違うものが2種類ありますけども、習い加工でも説明したんですけども、坂め対策のために、ベアリングの位置っていうのはすごく重要です。このような型に対して、このベアリングを当てます。このビットの場合、加工方向は、こうです。なので、この方向が坂めになる場合、ちょっと不利なわけですね。しかし、こっちのビットで加工する場合、ベアリングがこう、機械が上になるので、加工方向はこうです。 先ほどと違う方向に斜め目で加工することができます。他にも理由はいろいろあって、このベアリングの位置っていうのはどうしても2種類は最低限欲しいなんですけども、このように上下にベアリングが付いたタイプが1本あれば、1本の機械と1本のビットで、逆目、斜め目、2方向の削りを実現することができます。で、このビットは自分でベアリングを引っ付けたものです。すごく簡単なんでやってみます。まずね、この新しいやつの、 よし。根元にベアリンがついてるタイプのセットカラー。ここにね、六角が入るところがあるんです。違う。それを六角レンチで、ちょっと緩める。したら抜けます。うん、簡単っすね。で、こっちに、つける。で、締める。それだけです。それだけでこれと同じものが作れます。 こっちがインチサイズで、こっちがメートルサイズなんで少し寸法違うんですけども、簡単に上下ベアリングのスパイラルビットができてしまいます。もちろんね、このベアリングは普通に買っても差し替えありません。内径が6、外径が刃と合わせた12ミ、mm、リ。そして同じく内径が6ミ、mm、リの、これセットカラーとか言ったりします。この外径はベアリングよりもちっちゃくするのが基本だと思いますけど、最悪大きくても問題なく使えるかなと思います。 まあこれはちょっと一回戻しておいて、このタイプのビットは加工の材料の厚みがこの幅に完全に制限されてしまいます。そういう時はこういう型ベアリングのやつを使って何とかする必要はあります。でも25.4以下の厚みだったら全てこれでカバーできるわけですね。ちなみに私はこういうのも持ってます。これの方が刃の長さが広いんで、より分厚い材料も加工できるんですけども、見ての通り軸が太いです。 これは12.7のルーター専用です。で、まだ使ったことがないんで、どんぐらいものになるかは不明です。これはスパイラルではなくて、ハット方向は直線なんですけども、刃が分散されてるんで、まあ、ものになるかなとは思っています。今現在私が使っている自動管内もこういうタイプの刃なんですね。まあ、一応リンク貼っときますけど、使ったことがないので、ご参考までに。ちなみに今、少し問題があって、えー、まずこのビットは日本の Amazon で買いました。どっちも。 で、昔はアーリーエクスプレスとアメリカアマゾンでしか買えなくて、で、今ね、日本のアマゾンでなぜかこっちしか売ってないんですね。この付け根にベアリングがついているタイプが取り扱ってないんですよ。まあ、そのうち復活してくれることを祈ってはいるんですけども、まあ、あなたがこの動画を見てるときには再販されていることを願います。撮影時点では片方しか販売されていません。というわけで、このスパイラルビットめちゃめちゃ切れて使い勝手がいいですよっていう話でした。 やっぱり第2章。読み方が合ってるかどうかわかんないですけども、名前見たことあると思います。メイドインジャパンの第2章。まあすごい高いなって思うと思うんですけども、切れ味は申し分なし。しかし、なるべく安く済ませたいと思うのが DIY のサガですが、そんな DIY やがこいつに頼るべきシーンはどういう時か。まあ私が一番よく使うのは、こういうね、ベアリング付きストレート。あともう一個が、こういうアリミゾビット。 これをね、DIY で使う人っていうのは結構少ないと思うんで、手短に済ますんですけども、まあ、見てわかる通り、ものすごい負荷がかかるビットです。何かしらのビットで先行加工してから、このアリミゾビットを通す。みたいにしないと、まあなかなか負荷が高いです。前ね、このテーブル作った時に、最初ね、すごく安いアリミゾビットを使っていたんですけども、どう頑張ってもね、 根本的な切れ味不足があって、ちょいちょい跳ね飛んだりしとったんですよね。そこで今こそ第2章の出番かなと思って買ってみたら、まあ全然違いましたね。工夫なんか何もせんでも綺麗に切れる感じでした。まあよかったらこの動画を見てみてください。前編が安いビットを使ってて、後半は第2章を使っています。多分そうだったはず。まあでもこれちょっとあまりにもピンポイントすぎるかもしれません。もっとね、コスパがよく役に立ってくれたのが、やっぱこのベアストレートですね。 これこんな風にベアリングが簡単に外れるようになっています。こういうフィラーっぽいやつが入ってるんですね。この刃の横幅はすべて10ミ、mm、リ。で、まあどんどんいろんな長さが増えていったっていう感じですね。これはね、さっきみたいな習い加工というか、まあ型は使うんですけども、切り抜くんではなくて、底のあるザグリ加工とか、そういうのに活躍してます。まあ、こういう加工とか、この裏側の時計のムーブメントをはめ込む、ザグリ穴とかですね。 この一番短いやつだと、テンプレート加工するときに、これ6ミリですけども、例えば9ミリの厚みのものを使えば、この深さをね、まあ0から1ミリとか2ミリとか、そういう溝も掘ることができます。このビットだと、長いからテンプレートがめちゃめちゃ分厚くないと浅い穴が加工できないんですね。まあそれでもやっぱ深さに応じて、複数の長さが増えていきました。 まあね、これも安物でも加工できるっちゃできるんですけど、ザグリとか溝って結構負荷も強いし、まあ、こんな風にね、装飾的な溝であることも多いんで、やっぱ切れ味がいいっていうのは正義ですね。で何より、第二章の中でも2000円から3000円ぐらいで買えるんで、手が出しやすい部類です。で、他にも、こういう坊主面ビットなんかも持っています。これは10かな 10R ですねこれはね言うまでもなく素晴らしい切れ味だったんですけどもそもそもこの坊主面っていうのは比較的負荷が小さいし装飾部であれば多少のえぐれなんかが発生しても研磨だけでフォローできるっていうシーンが結構あるんで私にはちょっとオーバースペックだったと言わざるを得ないかなというのもこれ6000円か7000円ぐらいしたんですよねこの大きさでだからねまずもったいなくてそうそう使えない めっちゃ切れるんですけどね。まあストレート系はこういう感じですかね。まあどれもこれもね、しっかり手入れしてれば長く切れるんですよね。あんま手入れしないとね、これなんかも最初と比べてすごく切れなくなってきてしまいました。こんな風に木くずとかヤギとかが固着せえへんように、まあしっかり取って、これだけじゃ取れへんこともあるけど、で、シリコンスプレーを塗りたくって保管しておく。そうすればそれなりに長く持つんじゃないでしょうかね。 まあ次回は他にも変わり種のビットなんかを紹介していこうと思います。世界には面白いビットがいっぱいありますよね。まあ、そんなめっちゃ変わったものを持っているわけではないんですけども、まあ、ルータービットっていうのはロマンだと思いますんで、まあ、ロマンを感じられたらそれでいいんじゃないでしょうか。知らんけど。というわけでこの動画あなたの DIY の参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。